どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリ・インボーク、メンテナンスが終わりまして、年末年始キャンペーンリ・インボーク VS フェスキャラクター第3弾、やってきましたね。ということで今回はフェス限10日やっていきたいと思います。使っていくフレンドは誕生日10日ごとつですね。これを使って、誕生日10日で、フェス限10日をぶっ倒していきたいと思います。どっちが本当の10日か教えてやるよ、お前。無印東京グルアニメのオープニングのトークは最強だって、それ一番言われてるから。待て、オートになってる。危ない。おっと、これまたいっぱい皮ついてるな。まず金木の方がアンテイクのブレイクアップ、ブレイクアップ4000、6000アップ、ブレイクまず6000アップしてからのアタックが3000アップしてると。あー、これまずいな。金木からやった方がいいのこれ。アンテイクの防御5000アップ、ブレイク5000アップ、攻撃5000アップのダメージカットが 50%。 微妙なところだけど、ちょっと待ってこれ。いや、まあ2人とも同時進行でブチ倒していきたいんだけど、ちょっとこれ10日連れてきたの間違いかもしれないですね。とりあえず殴りますか。多分10日は、10日はまあそこそこ削れると。で、ちまちま回復したいし、重蔵のスキルを、まあ、がっつり貯めたいと。窓さんはずっと出しっぱでいいか。ここなんだよな、誰を下げるかなんだよな。ここでね、誰を下げるかなんだよな。重蔵下げるか。重蔵下げて、いやでもアモンをほっといたらアモンアタック40積んでるんで、それはそれでまずいと。まあここ2回シフト使うか。じゃあまず重蔵下げる。これこうやると、ああ、でもまあまあ削れるな。まあまあ削れる。重蔵で削る。ここな、スキル使いたくないんですよね、ここ。まあまあ使わないと無理と。あ、やべ、しくった。あ、しくっちゃった。10日1残すつもりが2回タップしちゃった。まあここちょっと金木削らないで置いとくか。どうなるか。あ、やべ、ブレイクされるのかな。どうにかガードしろ。避けろ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 。お前らの心臓、あれ、金木攻撃してこないぞ。あいつまさかあれか、フィールド魔法的なやつか。フィールド魔法って意味わかんねえな。装備カード的なやつか。攻撃してこないのかな。今投下したかしてこなかったでしょ。まあ、とりあえず削ろう。ザンで、ここ窓さん貯めてもいいんだけど、とりあえず10日貯めるでしょ。まだ回復するに、することはないんで、ちょっと待ってね。10日のスキル、もう一回確認させて。35% 分回復、状態異常、あ、じゃない、流血を回復ね。OK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 。とりあえずまだ使わなくていいから、こっちは、アモンにやらせよう。アモンにやらせてさっさとスキル使いてんだよ。でもアモンをここで出すの結構怖いんだよな。スキブ使ってアモンを覚醒させる。ここでね、アモンをね掘り出しておくのはね非常に心配ではある。いいぞ。重蔵めちゃ避けるし、すぐ俺のターンが来る。とりあえずアモンにバン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 スキル使わせたいんで、ここはもう2回シフトしてもいいな。重蔵どうかな。10日使ってもいいんだけど、アモンこれでザン。あ、やべ、金木の方削らないといけないのか。全然削れねえな。金木の方削らないといけないんですけど、なんか俺の方ゲームの音おかしいんだけど。金木の方ブレイク復活しちゃうけど、10日の方はまあ順調に剥がせていると。ただシフトが残ってねえんだよな。やばい、やめて。アモンはやめてあげて。アモンはやめてあげて。何、ブレイク150アップ、ブレイク200のダメージ。は、何お前お辞儀してんだ。アタック 60% にダウン。ふざけんの、チートだろそれ、チート。おーい、それ、まあ、回復しよう。アタック 60% ダウンはそれはさすがにチート。これやっぱ金木から削るしかねえ。ただ10日を放置するわけにはいかねえな。ここ
とりあえず金木削るか。アタック 60% ダウンはね、さすがに毎ターン打たれると厳しいし、さっさと決着つけたいから。今なんぼ出てた、84万ぐらい。ここ10日も削ろうか。じゃあせっかくだしね。これアモンで削れないワンチャン。あ、無理か。まあいいや、まあ、削れればいいんだ。削れればよ。重ゾーンスキル打つでしょ、まず。で、金木はね、多分このターン中に処理できると思われる。まあ、金木を処理すると、トーカがどうなるかは知らんけど、ここスキブ使わなくてもいいんじゃね？あ、やべ！窓さんのスキブ使いたかったのに。まあいいや。じゃあここスキブ使ってトーカ殴ろうかなって今一瞬思ってるんだけど、どうだろう。いやーでもよく、いやーここスキブ使ってトーカ殴ろう。ああ、301万ぐらい。オッケー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 、飛ばせた飛ばせた。オッケー、うまいこと飛ばせたわ。あのね、まあ今回ちょっとだけいつもより真面目に教習を走った結果ですね、まあ、一番上のアタッチメントじゃないんですけど、500以内に入れると思う英雄の甲冑と、なんだっけな、英雄のなんちゃらしゃんっていうやつをもらったんで、HP がまあまあ増えてますね。まあ、それつけてるんですけど、窓さんに。ああ、いつも窓さんは要塞化させてるんですけど。まあ、それに比べてこの回復力という。俺の方ゲームの音量さ、ブツ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 言ってロボットみたいな声してんだけど、みんな大丈夫？そっちは大丈夫なんだろうか。よし、ということで、まあ苦戦することなくね。まあフェス限10日より誕生日10日の方が本当の10日というところを見せつけましたね。はい、ということで、今回は VS フェス限キャラクター第3弾、誕生日10日じゃなくてフェス限 VS フェス限10日でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。